メダカの餌って言ってもいろいろあるんだな。ちびっこメダカの餌、ああちびっこ用ね、うん、これは何、あ産卵繁殖用だって、うん、あ結構栄養価高めにしてあるみたいですね、うん、これは何だ、メダカフレーク、あ浮くタイプだこれ、まあ、大体ねメダカの餌ってみんな浮くタイプだけど、これ特に浮くタイプなのかな。もっとこれなんだ、しっかり育つ、いつでも食べられるフード、なんかちょっとこれ面白そうですね、うん、とりあえずこれ買ってみようかな。すいません、これください。 ありがとうございます。いくらですか、はい、これが400、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、100円のお返しになります。はい、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 楽しみです。はい、皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。ということでですね、今日はですねちょっと面白い餌が、メダカの餌がありましたので、これのねご紹介をさせていただきたいなと思っております。はい、ね、メダカってね、まあ結構一般的なのかもしれないですけど、胃袋を持たない、魚っていうことで、絶えずですね、なんか お腹いっぱいに食べためためすることができない。だからまあ随時ね、餌があった方がより元気よく早く育つっていうことなんですけど、まあ、私なんかね、前もご紹介させてもらったように自宅のあのメダカなんか水冷、ね、出勤前にねパラパラっとあげるだけでもう本当に1日1食っていうね、ちょっとかわいそうなメダカでして、はい、でまあこう結構いろんなね書籍なんか見る限りでは、まあ季節によってちょね回数違うと思うんですけど、まあ、これからのシーズンだったら朝昼晩ぐらいにちょろっとずつあげたらいいんじゃないですかっていうことがねよく報じられてると思うんですけど、報じられてるなんか変ですけど、はい、ね、それを、この餌が解消しますっていうことなんですよ。まあそれをねちょっと実際にそうなのかなっていうところもあって、ちょっと検証したいなと思うんで、このあとねやってみたいなと思ってるんですけど、この商品がどういうものかというと、ね、この餌が結構一粒がね大きいんですよ。これどれぐらいのサイズって言ったらわかるかな、うん、何サイズって言われてもちょっと難しいんですけど、うん、チョコチップよりは大きいかな、うん、まあ何サイズ、 BB 弾BB 弾ってわかるかな、おもちゃの銃のね弾なんですけど、 BB 弾サイズぐらいかな、ちょっと BB 弾よりもちっちゃいかな、はい、まあそれぐらいのサイズなんですけど、これがですね、一日中もう沈むことなくずっと浮いてるんですよ。で結構大きいので、このメダカがお腹空いた時にいつでも食べたい時に食べられるということで、実際の自然界なんかではメダカ絶えずこうちょっとお腹いっぱいになってもまたしばらく経ったらすぐまたお腹減って食べるっていうね。だからメダカって本当に1時間後ぐらいにあげたってみんなまた寄ってきて食べるじゃないですか。だから胃袋がなくってこう食いだめができないから、ちょっとねすぐにお腹いっぱいになっちゃうんですけど、本当はもっといつでも食べたいっていうのが本心なんでしょうね、メダカにとっては。それを解消するのがこの餌っていうことなんですけど、実際にこれがですねどれぐらいの効果があるのか、試してみたいなと思うんで、まあ、今回ちょっと試す前の状態なんで、これポロッとあげると食べに来るのかな。これでも食べにくそうですよね。これつついてなんかこれわかるかな。結構硬いんでつついてもなんか餌が逃げてくるみたいな感じの状態になってるんですけどね。まあちょっと水にふやけてきたらそれが食べられるようになるのかな。うん、でまあいつでも食べられるっていうのね、はい。まあ、ちっちゃい魚から大きい魚までいけますよということになってます。
でですね、あとなんか善玉菌が入ってるらしいですよ。与え方書いてあります。はい。制御8匹から10匹に1日1粒を与えてください。幼魚にも与えられますということで、あ、このここだったら今、6匹かな6匹ぐらいなんで、この1粒でいいみたいですね。まあそんなに、あ、結構たくさん入ってますね、うん、何グラム入りだろう。内容量15グラムですね。まあ普通のあの粉の餌に比べるとだいぶこう同じぐらいの値段でもだいぶ量が少ないので、あまりこう割高感はあると思うんですけど、まあ水がですね、水を汚しにくいっていう点であったりとか、まあ、全然なんか食べに来ないですけどね。大丈夫かな。こっちにもあげてみようかな。あー、こっちはよく食いついてんな。うん、ただあまりうまく食べれてなさそうな気がして気がならないっていうか、うん、とりあえずはですね、この後ですね、稚魚を、自宅にいる稚魚で試そうと思ってるんですけど、まあ、普通のメダカの餌やり1回 と、この、しっかり育ついつでも食べられるフード1回1粒の、その2チームに分けてですね、一度、まあ、実験の方を開始してみたいなと思っておりますので、またあのこの後のね動画、ぜひ見ていただければと思います。はいはい、ということで、メダカ元気いつでも食べられるフードですね、1ヶ月間与え続けですね、その生育結果の発表です。はい、こちらがですね、まあ、フードしか与えなかったパターンで、ここの真ん中のやつがフードと普通のね、この餌を、1日1回だけあげたパターンですね。でこちらがあの、まあ、この餌だけのパターンですね。スズキの推測では、こちらの真ん中のやつがですね、フードも、いつでも食べられるフードをね、四六時中食べられつつ、粉餌も与えられてて一番大きくなってっていうことで、こちらは、粉餌1日に1回だけなんでね、まあ、ちょっと小さめで、このいつでも食べられるフードだけのパターンも、まあいつでも食べられるんでね、すくすくと元気大きくなっているというふうに思ってたんですけど、まあ、実際のところはですね、これ3つ、今日見させてもらったところこんな感じです。はい、まあね、あんまりこう生育のね差は感じられないですね。みんなそれなりに大きくなって育ってくれてます。だからね、まあ、何がいいっていう感じではないなっていう気はしたんですけど、特にですね、あのこの与えている中さなかですね、一番こう顕著に思ったのが、食べられるフードしか与えてないやつはですね、結構そのまあ、あの浮いてて、ずっとね、まあ、浮いてて、まあ、ちょっと沈んじゃうんですけどね、次の日沈んじゃうこともあるんです。次の日浮いてる時もあるんですけど、沈んじゃう時もあるんで、まあ、その沈んでるのは沈んでるので、1日1回あげてですね、翌日にはあのこう回収するっていう作業をずっと続けた結果ですね、この、フードしか与えてないやつ、食べられいつでも食べられるフードしか与えてないやつは割とね水がきれいなんですよ。まあ、一時ね、あの濁りかけた時もありましたけど、まあ、最終的にはあのずっと今日もね、あの結構透明度があって一番そこまで見えてるっていう感じで、あとの2つはですねちょっとグリーンウォーターチックになってるなっていう感じはしましたね。であと、まあ、だから水をねきれいに、して、しながら育てたいっていう方には、このフードだけを与えるっていうのがポイントかなと思います。で普通に大きく育てたいなっていう方なんかは、まあ普通の餌でも大丈夫なんじゃないかなっていう気はしましたけどね。はい、あとですね、ちょっとポイントもう一つぐらいありますかね。あのメダカのね夏期具合、もう本当にねこの水槽3つ水槽っていうかねゴミ箱なんですけど、3つ並べた状態で育ててたんですけど、このわずかこんなすぐそばでね育ててるにもかかわらず、この粉餌を与えているやつたちは
結構懐いてね、いつも水面近く泳いでくる来ていますし、あと人影を見るとね、寄ってくるんですよ。あー、メダカが餌くれる餌くれるって感じでね、やってきてくれるんですけど、このね、いつでも食べられるフードを、揚げてるやつで、それプラス粉餌のところですね。粉餌を揚げてるところはまだね、まだ懐く。でもね、ちょっとこの粉餌だけのやつに比べるともう全然こうね、こう懐き具合が違うんですよね。寄ってくるんですよ、こっちの方は。でもこっちはね、あんまり餌あげてもふーん、あ、餌だっていうぐらいでね、あまり寄ってこないんですよね。でこっちに関してはもうね、なんかこう餌を与えてもらってるっていう感覚がないんでしょうね。だから餌をポンと浮かして、その餌がねずっと浮いてる限り、人影がなくなろうが何しようがずっとね、餌がねもらえるっていうかね、食べられる状態だから、もうなんか全く我関せずって感じでね、ちょっと可愛げがないかなっていう感じがするんですけど、まあそうするとね、生育のサイズ差がないっていうのと、プラス可愛げがないとかって言ったらね、もうなんかいつでも食べられるフードを買う理由、メリットがないみたいな感じになっちゃうんですけど、そんなことはなくて、水をねきれいに保ちたいって方なんかにはおすすめですし、餌の分量がねちょっと私まだ初心者だから分かんないって方なんかには、もう1日1回この1粒を与えて翌日には回収するっていうことをすれば、水も汚しにくいんで、こうね、水の腐敗によるメダカのね、死んじゃうっていうリスクも減らせますから、結構で、ね、初心者にはおすすめなんじゃないかなと思いました。はい。だんだんね、慣れてきた人なんかは、こうね、粉餌なんかも結構十分いいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日はですね、メダカ元気、いつでも食べられるフード、1ヶ月後の結果レポートでした。当初はね、前編後編と分けようと思ってたんですけど、もう今回は一気にやらせてもらいました。それで皆さん、さよなら。